今期2023年夏アニメ海外人気企画ランキングトップ10。はい、どうも、リヒトです。というわけでですね、今回は第2週目海外人気企画トップ10ということで、今回からアニメトレンディングさんもね、ランキング出てますというところで、いつも今回から全部で3サイトですね。アニメトレンディングさん、アニメコーナーさん、アニメトリックさん、それぞれの第2週目、アニメトレンディングさん、今回から1週目ですね、トップ10順番に紹介していきたいと思いますというところで、まあ、ついにね、アニメトレンディングさんも出揃って、真の開幕カードも作品も、ね、出揃ったというところで、まあ、ちょっと僕正直ね、びっくりしましたね。あの作品が、快進撃を見せているというところでね。まあ、やっぱ、下馬評ではね、今季やっぱ続編が超強いというところで、まあ、国内はもちろんですけど、海外は特にね、まあ、呪術無職、もうブリーチ、もうこの3作品で無双するんじゃねえのっていうことを言ってたわけですけれども、結果どうなっているのかというところですね。いや、これめちゃくちゃ激戦やってましたよ、予想外にも。なんだかんだね、なんか呪術が一強なのかなとかさ、なんか無職が一強なのかなとかね、ブリーチが一強なのかなとかいろいろ思ったんですけど、はい。実はね、今回全サイド1位違います。はい。全サイド1位違うというところでね。まあ、非常に面白い感じになってます。ぜひね、最初から最後までお楽しみいただけたらと思います。ということで、早速ですね。まず、アニメトレンディングさん、今回これは第1名戦トップ10から紹介します。それがですね、こちらというところで、呪術廻戦大決戦さすがやな、これは。これさすがですね。はい。最初のアニメトレンディング1位は、呪術廻戦でしたというところですね。もともとアニメトレンディング期待度ランキングの時も呪術廻戦1位でしたんでね、まあ、これはまあ、予想通りかなって思ったんですけど、2位がね、びっくりっぽん、びっくらぽんなわけよ。3位が無職転生で、それを抜いてゾーン102でございます。いや、ゾーン100の海外人気が高えっていうのはね、もっぱな評判になっているわけなんですけれども、ここまで高いだと、開幕で無職を抜いてくるとはと。で、まあね、ゾーン100はね、一番の感想動画とかね、まあ、たびたび、まあ、いろんなとこ動画でも言ってますけれども、最後まで面白いかがわからないという失速疑惑が、ね、もう早くも原作勢が出ているというところはね、まあ、一番の懸念点なわけなんですけれども、まあ、現状アニメーションは間違いなく今期トップクラスというとこ、話も2は面白かったですよね。というところで、まあ、第1はね、もう凄まじいインパクト見せてゾーン100が2位、無職転生第2期が3位、まあ、無職転生もね、続編あって、まあ、いろいろ心配もあったんですけど、高い順位をね、しっかり出しているというところですね。で、第4位、私の幸せな結婚でございます。まあ、この前ね、マイミニスターの開幕時点ランキングなんかもね、僕自身に出させていただいたんですけれども、ワタコンとゾン100はですね、やっぱ今期新作、2強なのかなみたいなこと言ってました。まあ、ここはやっぱ強いよねというところで、ものすごい海外人気も高いというところで、第4位ね、入っているというところになってます。第5位はブリーチ、千年血戦。ブリーチがね、もう思いのほか、思いのほかというのか、まあ、意外とね、低めの順位と低めの順位なのかなと思いながら、それだけやっぱゾーン100とワタコン、すごいね、まあ、本気やっぱ新作やべえやべえって言われてたんですけど、今んとこはいい。ただ、なんかね、すごい失速そうな気合もしててね、もういろいろ不安も持ちながらなんですけども、まあでもね、今期僕すごいよく聞くのは、ランキングは参考になんねって。なんでかっていうと、みんな違うからって言うんですよね。結構、まあ僕もそんな、まあ一応他の人のね、ランキング結構チェックしますけど、本当に10人問いろというか、まあある種激戦だし、まあ続編も強い、続編が強いっていうのは結構好み分かりやすいんですよね。まあやっぱ新作をさ、それランキング作る人って基本的に上にはしたいから、っていうのもあると思うんですけど。で、ブリーチ千年決戦5位。で、第6位、ホリミアピースで。ホリミアねー。いいですよね。いや、もう、ホリミアがね、ちょっと面白い時びっくりしてるんですけど、海外人気も俺は高くて、もう当然、国内ももっと盛り上がっていいんじゃないか。まあ、どうしてもそれはピースなわけですよね。かけらと。ね。もうすでにワングルも完結してるわけですから、まあ、それは難しいかもしれないけど、俺もう本当盛り上がってほしいけど、ぜひ見てほしい。これ素晴らしいね。はい。第7位、好きな子がメガネを忘れた、好きメガネでございます。ナイス。はい。好きメガ。はい。もう国内で、ね、もう笑いも聞かなくなってきた好きなんですけれども、非常に楽しませていただいてましてね、まあ、サンバのね、アズマークも良かったんですけれども、好きめがね、国内ではなんかいろいろ言われてますけど、海外評価がひとまず非常に高いというところですね。第7位入ってます。新作は3番目にランクイン。第8位、アンデッドガールマーダーファルスということで、アンファルがね、国内以上に海外で人気っていう、国内もやっぱかなりダークフォース的注目をしてる人は多くてですね、やっぱアニメオタクなら多分結構名前は知ってるとか見てるって人多い。まあ多分世間的な注目は多分かなり厳しいかなと思ってますけれども、この、ここに並んでるタイトルって考えてもね。でもね、アンファル海外はかなり見つかってるみたいでね、僕まだ3話見てないですけど、ちょっとこれ楽しみにしたいですよね。
第9位がルローニケンシンというこうね、いいじゃないですか、海外人気。まあとはいえね、まあリメイクですで、ね、うるせえやつらもね序盤入ってたと思うんでね、今後はどうなるかっていうところですけど、まあルロケンは間違いなくねどんどん面白くなってくると思うんで、そこに期待かなと思いますけどね。国内もどうなんだろうね、国内もやっぱこんぐらいになるのかな。まあリメイク成功ってなるためにはね、その盛り上がるところでめちゃくちゃ盛り上がるところは必要かなと思いますけどね、まあ、そこに注目と。第10位文豪ストレイドッグス第5期ということで、文ストってさなんかもっと高くなかった順位、冬アニメから。まあ冬アニメラインナップの問題かもしれないですけど、なんか文章ってなんかさめちゃくちゃ高かった気がするんで、ちょっと開幕あんな かっこいいランポさんを見させていただいて、10位はちょっと控えめすぎるんじゃないかなとも思いながらですけどもね。まあ改めて、まあアニメトリックス、アニメ、うん、マイミリスさんのね、ランキングでも言ってましたけれども、もう続編が強すぎるのよ、今期。まあ新作正直弱いしね、うん、っていうとこで、まあ今回のこのアニメトレーニングのランキング見ても、呪術、無職、ブリーチ、オリミア、ルローケン、まあ、ルローケンはまあ新作で見るのかリメイクだから続編で見るのかってあるんですけども、ブンストというともう半分以上がね続編なわけよ。これね普通はやっぱありえないと思うんですよね。うん、続編でってやっぱさ基本的に失速してますから、人気って。海外人気もまあ国内もそうなんだけど、うん、っていうのがやっぱ新作はもっとやっぱ台頭してきてほしい感もするんですけど、ゾン100とかね、ワタコンとかこうゾン100は無色抜いてきたとか、ま、ワタコンもねブリーチ抜いてきたとか、これはすごいね明るい材料かなと思いますし、ここからねもっともっと盛り上がっていって新作が1位取ったらすげえなと思いますけどね、見たいなっていうふうも思ってます。はい、まあでもね海外人気もねこれ相当これ割れそうな感じしますよね、やっぱりね。っていうところで、アニメ人が呪術廻戦第2期が1位でございました。はい、では続いて第2週目ですね、アニメコーナーさんのトップ10紹介していきたいと思います。アニメコーナーさんね、第1週目は呪術廻戦2期が第1位というところになってましたが、今回ねびっくりな気がします。アニメコーナーさん第2週目トップ10、それがこちらというところで、ゾン100なんと1位。いやーびっくりです。呪術廻戦がまさかの4位で、まあ、国内だったらね、やっぱもう呪術廻戦がどうやっても一番かなって思います。うん、っていう中で、ブリーチもね、アニメコーナー超人気なんですよ。で、アニメコーナーこれもうブリーチずっと1位だったらまたあれだなって言ってたんですよ。でも、まあ無職と呪術があるからって言ったら、ゾーン100が1位はちょっと僕マジ予想外やった。海外、めちゃくちゃ受けてんじゃないですか。国内はね、割賛否もあった感じですけど、もう多分2話になって、ね、かなりやっぱ絶賛の声がね、増えてきたかなと思いますけれども。まあ、この勢いをね、ぜひとも持続してほしいと思ってますが、ゾーン100、すごいなぁ。ブリーチ無職呪術抜いてくるとは思わんだ、これは。素晴らしい。おめでとうございます。これは素晴らしい。まあ、ほんと僕めちゃくちゃ面白いと思ったね、ゾーン101話でしたね。こんだけ海外で評価されるのほんと嬉しいな、というのをね、思いますけれども。すごい。ブリーチ無職呪術抜いて 10% 超えでね、もう堂々の第一位でございます。おめでとうございます。はい。で、ブリーチ千年結成はね、まあ、アニメコーナーもずっとね、前やってた時は、あれ、秋か。秋の超激戦クールですら独走するっていうね、とんでもないことしてたわけですけれども、今回2位と。まあ、チェーンソーが1位取った時あったぐらいだったね、これね。で、第3位が無職転生2期というね、無職転生の方がね、呪術より上だっていうところ、ちょっとこれは僕はちょっと意外でしたね、今回に関しては。まあ、呪術廻戦はまだ言うてため替えなんで、まあ、最終的に1位なのかもしれないですけどね、まあ、ここはすごい楽しみですけれども。はい。まあ、すごい僅差でしたね、呪術と無職は。まあでもやっぱ、ブリーチがやっぱね、これ、増票がちょっと取得した時にやっぱブリーチが1位なんていうの気もしてますけどね。他はどうなのか、そこは楽しみにしたいなと思ってます。で、第5位ね、アンファライテンですね、アンデッドガール、マーダーファルスというところで、めちゃ人気やないっすか、アンファル。いや、僕ね、正直まだ2話様子見かなぐらい思ったんですけど、海外ではもうこれは見るべきだと面白いってなってんじゃないですかね、これね。まあ、雰囲気的にもね、もう海外系こんないいんだって正直思います。ゾン100とか良さそうだなと思ってんですけど、アンファルも、ね、結構虚構推理味のね、ある作品で、まあ割と推理もんちゃ推理もんで、まあダークさんも兼ね備えて、落語調なね、なんかすごいセリフ量が多いんですけど、なんかすごい話がスッと入ってくるっていうところでね、テンポ感とかもいいなと思いながら見てるね、このアンファルですけれども、5位にランクインでめちゃくちゃ人気です。第6位が、私の幸せな結婚で、ワタコンをね、ワタコンも全然高いんですけど、ワタコンアンファル抜いてくるってこれ素晴らしいですね、っていうところでね、いいんじゃないですか。はい。第7位、好きな髪型忘れたーい。国内ではもう忘れ去られかけてるスキメーカーがね、7位と。まあ、今期新作トップ3ね、トップ4に入ってんじゃないですか、人気ね。いいよ。はい、スキメーカー僕も大好きですよ。もうミエちゃんしか勝たんで。メガネ広いんや。な。はい。というところで7位。第8位が、ダークギャザリング。ダークギャザリング来たね。
どうなんですかね、まあ、盛り上がるのはもうちょい先なのかなっていうのは原作勢から聞いてた話ですけれども、まあ、1話が非常に面白いね、雰囲気も出たダークギャザリング見せてくれましたけれども、海外人気が高いがちょっとまだ未知数でですね、国内も安定した人気が取れるかなと思ってるんですけど、まだ爆発力はないのかなと思いながら、まあ2クールなんでじっくり見てきますけどね。第8位となってます。第9位が何、レギオン・オブ・ザ・セブン・スペロ・ブレイズ7つま。どうですか七つま、国内で賛否両論とか言われてるらしいですね。もう正直あんま笑いになってない、笑いになってすらないんじゃないかなと思ってますけど、厳しいんじゃないですかこれね。僕期待しましたけど七つま、うーん、2話の時点では厳しい。ただ原作での話を聞くとね、アニメ4話とか3話が多分原作の1巻のフリーになるのがめちゃくちゃ面白いとか来るっていう話なんで、もちろんじっくり見ていきますけども、そういう中でね9位入ってるの海外受けいいんじゃないですか。まあ、7話っていうなんかの侍枠みたいなのがいますから、ああいうのいるのは結構受けいいんですよね海外はね。というところで、まあ、第9位となってます。第10位ヘルクという子ね。ヘルクさめっちゃおもろくなかった1話。なんか意外とさ、いろんな人のなんかランキングとか評価とか見てますけど、意外と低いんだよねヘルクって、って思ってんですけど、まあなんか別に原作ファンの話からすると全然別にもっと先なのらしいですね。もう連続に来るでやるぐらいですし、もっともっと後がね面白いって話なんで、全然まあこれ切るのは絶対もったいないと思うんですけど、まあ、海外でなんとかねこのアニメコーナー10位に入ってる。まあでもパーセント的には 2.74% だからね、渋いですね。7つもそうだよね、かなりまあ低い中でなんとか入ったっていう感じなのかなと思いますけどね。っていうとこで、トップ10こんな感じというところでね、アニメコーナーも8304票、今期めっちゃ投票数少ない感じするんだよな。前期ってだって普通に1万を超えてたでしょ。いや待って、意外とそんぐらいなのかな。ちょっと第、これが何週だ、第7週12000、そんなに投票数少なかったかな。いつも第2週目21000とかあんじゃん。うん、やっぱ今期なんかあんま注目がないかもしれない続編が強すぎちゃってさ、なんか YouTube とかの盛り上がりとか見てても、まあ、Twitter とか見てても何も流れてこないですもんね今期の。正直全然流れてこないですもん。無職がなんかどうかとかぐらいの話題になってるのが知りますけど、ジューズなんて正直面白いんで分かりきっててねでもあるでしょうし、まあ、アニオタが盛り上がるっていうよりはねって感じもしますしね。ていうか、なんか票数も少ないですけどね、はい。まあ、アニメコーナー、なんとゾン100が1でおめでてます。これはびっくりした、素晴らしいね。はい、では最後ですね、アニメトリックさんトップ10。まあ、アニメトリックさんね、今回はトップ15にします。もうちょっと画像、なんかいつもトップ10で一応なんか切り抜いてたんですけど、もう別に15まで画像出せばいいやんと思って、はい。15までね、紹介、毎回ステッカーにしますという、これアニメトリックさん、アニメトリックさんね、第2週目トップ10。それが、こちらというとね、無職転生第2期1話第1位来た、無職やばかったね。1話もう杉田さんのモノローグが光る、はい、ご身体も輝く、素晴らしかったね。この無職転生ね、あんだけ不安だと言ったロングマンのスパイラルすっかりハマってますけどもね、主題歌も見せてくれた、無職転生第2期1話が堂々の圧倒的6326ポイント第1位、素晴らしい。そして、呪術廻戦第2期が2位、ゾン100が3位ということで、ゾン100もめちゃくちゃ検討してますね。というところでね、今回はね、まあ、1位が全部違う形になりましたね。呪術廻戦、ゾン100、無職というところでね、まあ、ブリーチも次回あたりどれから1位取ってくるんじゃないかなって、まあ、アニメコーナーが本命ですけどもね、と思いながらですけどもね、まあ今期今のところ3強っていうとね、このゾン100、呪術、無職なんじゃないかなというところでね、素晴らしいね、ゾン100が大検討していると。第4位ブリーチ千年剣戦、まあ非常に人気ですよね。第5位がヘルクということで、いいじゃないですか。ええじゃないですか、ヘルク。面白かったよね、めちゃくちゃね。僕1話からめちゃくちゃ、なんか意外と1話評価してる人は少ないなと思ったんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思っててね、すごい楽しみにしてますね。まあ海外受けがいいからちょっとなんともわかんないね、これに関しては。まあ別に面白ければ海外評価も上がろうかなっていう感じには思ってます。はい。なんかクオリティで押すみたいな作品でもないしね、ゾン100とかやっぱクオリティの高さも間違いなく評価されてる要因だと思うんですよね。っていうところでね、はい。まあでも無職もさ、評価高くて安心しましたよね。でもなんかここが高ければまあ基本的に高いんじゃないかなって感じはしてます。第6位がアンデッドガールマーダーファル、すごいね、アンファル本当に人気はね、海外でめっちゃ受けてるなっていうところでね、まあ、僕もね、僕正直のアンファルに関しては作風的に結構あんまハマんないタイプだと思うんですよね。なんでね、ハマれたらなっていうのもね、あるんですけれども、もちろん面白いと思ってるんですけどね。第6位と。第7位が、私の幸せな結婚が6ランクアップして7位というところでね、ワタコンもやっぱ非常に人気ということで、ゾン100、ワタコン、
アンファルなんじゃないか、新作トップ3で言ったらねっていうところで、ワタコンもね、2話めちゃくちゃ良かったんですけど、7位、アニメトリックスは入ってると。第8位がお、これはあ、ホリミアね。なんか一瞬ライアーライアーに一瞬なんかライアーライアーに見えました。ホリミアピース、ホリミアピースガチでええわこれ、本当にいいねこれ、もう絶対見てくれ。8位となってますね。これ僅差だね、ごめんね。第9位がああ七つも、七つもでもまずまちょっと人気じゃないこれ、ちょっとギリギリトップ10入ってんじゃないですか。9位、国内は結構厳しいこと言われてますけどね。で第10位がブンスト、第5期ブンストが意外と低いんだよな、なんでだろうね。これから上がってくるの、まあ、5期まで来たから厳しいっていう見方もあるよねそう、あのシュガーランキング1周目でですね、ブンストをめちゃ評価してたらブンストファンからすごい喜んでいただけるって、まあ、そうですよね。5期まで行ったらなかなか笑い上げる人いないもんね。僕も本当だ、いや僕も本当に前期追いつけなくてマジ申し訳ないって気持ちで見てるんですけど、もう開幕からめちゃ面白かったですからね。まあ、もちろん別にね、5期だからどうとか、ね、評価の仕方は変わらないですから、まあ、海外的にか国内盛り上がりもやっぱどう考えてもそうなんですけど、まあ、そういう意味ではやっぱ広がって改めてすごかったな、もう上位来てましたからねっていうのは思いますけどね。まあ、10位と。で11位が何、自販機か、自販機。12位がスキメガ、13位ダークギャザリング、14位ルローケーン、15位、そこはさらっといきますけど、ライアー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 ってなんかホリミヤ似てね、レミちゃんかこれ似てね、なんかはいっていうとこでね。スキメガも人気やんけ、人気やんけ、よっしゃ。まあ、今期はね、私スキメガ応援隊ということをやらせていただいてますけどもね。はい、あんな感じで、まあ、あの無職転生がアニメトリックスは第1位、ドン100がアニメコーナー1位、アニメトレンディングが呪術廻戦人気1位というところで、全てがね、1位が分かれるという形で、前作で揃ったこのねトップ10となりました。はい、という感じで、今回の本期2023年夏アニメ、第2週目の海外に比較トップ10の紹介は以上となります。この先ありがとうございました。まあ、続編で言ったらやっぱり、無職、呪術、ブリーチ、新作で言ったらゾン100、ワタコン、アンファルという感じに、ね、なってるんじゃないかなと思いますしね。まあ、新作で他で言うとね、まあ、スキメガとかもね、人気かなっていうのは見えますし、まあ、続編で言ったら、まあ、ブンストとかね、うん、っていうところもね、人気だなっていうのは見えてくるかなというふうに思います。まあ、ナラツマとかね、まあ、ヘルクとかもね、ランクも入ってきたりっていうところもありましたけれどもね。はい、まあ、ここからどんな風に変動していくのかというところでね、まあ、続編というかスピンオフ的なところでいったホリミアもですね、これ素晴らしいね。はい、というところでね、まあ、かなり今期ね、海外人気も国内人気も多分荒れると思うんですけど、海外人気もめちゃくちゃ荒れそうな感じもするんでね、すごい面白そうな、ランキングだなっていうのは思ってますし、やっぱ新作が盛り上がってね、続編ぶち抜いてほしいなっていう思いもありながら、続編のこの圧倒的なんか風格みたいなのを見せてほしいという思いもありながらね、どっちも非常にファンなんで、呪術に関しても無職に関してもね、まあ、ブリーチに関してもですけども、もうめちゃくちゃファンなんでね、まあ、どれもすごい、どの作品が順位上に来ても嬉しいなとは思ってますけどもね、またね、各作品の盛り上がりに期待したいし、ゾン100は順位大失速で最後トップ10に入んないみたいなことだけはやめてくれと思いながら、引き続きね、またこのところ上位争いをね、演じてほしいなというのを思ってます。はい。ということで、ね、以上となります。ぜひ皆さんね、今回に対する感想、ご意見なんかをね、コメントいただけますと嬉しいしますね。来週以降も引き続き、この海外人気ランキング、またね、この後に配信企画トップ10とかもね、上げていきますので、ぜひこれ機に、チャンネル登録、高評価もね、してくださったら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上とさせます。最後までご視聴ありがとうございました。